さんの、ルターズソングおめでとうございます。おめでとうございます。ええ曲やった、ええ曲やった、ええ曲にね、またいいイラストと愛 もう相乗効果ですよ、相乗効果、すごい。いやすげえわ、みんなすげえわ、すごいわ。なんか僕暴れ回ってたけど今日何やってたんだろうって気になっちゃったすげえわみんな。なんかハッパーの話しに来たみたいになってたのね。ハッパーの人みたいになっちゃった。ハッパー行ってる人みたいな。次の営業いつからなんですか、シーザーさん。もうやってますよ。ちょうどこんぐらいから時間やるんですよ。やってんのか。金曜はもうやってますね。そう、8ぐらいからやるんですよ。なるほど。朝まで。人類は元気だ。元気だ。ということで以上、ニコラジ週刊ボーカルドランキングでした。イエーイ。エンディングです。はい、早いものでね。シードさん、告知ございますか。告知いっぱいあります。そう、1月14日に俺的ボカロ曲ロッカバ祭り3が出ますので、わかってください。で、もう3が出ます。早い早い。1月出ます。参加してる歌い手さんがもう、はい、有名な方ばっかりです。桃井春子わで、あとラブライブの花代ちゃん役の久保ゆりかさんわで、月刊少女の野崎くんのオープニングを歌っている大石正義さんすげえと、あとラキスタのね、司ちゃん役、そう、このジャケットですね、このラキスタの司ちゃん役の福原香織さんなどなどで、すごすぎなんですが、実はですね、はい、本格的に情報公開するの今日が初めてなんですけど、僕も歌います。ついに、はい、ついに、僕が人生リセットボタンを歌います。わあもう人生リセットしたい、もうリセットしたい、その気持ちを込めて歌ってるんですね。歌います。明日収録です。明日かい、しかも明日収録です。明日かい、明日撮ります。じゃあしまったら、もっといっぱい騒がせてどんどんカラカラにしとくべきだったな。しまったな。すげえ。シーザーさんも歌うんですね。頑張ります。もうイエーイ。いやもう発売日も決まってるということで、はい、ご用楽しみでございます。はい、他にはありますか、何か。他にはですね、まあ、2回があった、まあ、ここからさっきも言ったんですけど、ここから歩いて5分ぐらいのね、池袋ミスマッチっていうクラブでですね、はい、毎月第2金曜夜に、白石実と僕とあと生主の保坂ですね、はい、が一緒に DJ イベントやってますんで、よかったら皆さん来てください。ここから本当に歩いてすぐ近く。へえ、すげえ楽しんで、いろんなハプニングが起きるそうです。あ、そう、1月のね、はい、1月のそのアニラブっていう定期イベントのゲスト DJ がですね、はい、あのボカロ P のエモンさんです。あらららら、はい、エモンさん呼びました、1月は。こういう関係広いですね。1月9日、よかったらぜひ皆さん聞いてください。1月9日、はい、曲を聴きながらね、はい、始めると、はい、他にはございますか。他にはですね、いっぱいありすぎて、じゃあもうツイッターとかにしますか。ツイッターとか、もうツイッターとか、ね、上に出てますんで、気が上がっちゃう。もう皆さんすぐフォローしてください、はい、すぐフォロー。明日ね、白石実の実写 PV 皆さん楽しみにしてください。あ、そうですね、明日はそうですね。その情報もつぶやいてくれるんですね。はい、了解でございます。はい、じゃあニコラジからのお知らせも、はい、よくお願いします。わかりました。来週のニコラジは国会議ウィーク、いよいよ来週末ですね、ニコニコ国会議、あとシンガポールが開催されます。お、はい、まあ、僕は行かないんですけどね。というわけで、12月1日月曜日はなんと 2.5 次元コスプレダンスグループアルスマグナが登場。あら、みんな来てくれる、やったぜ。火曜日あれ、あ、そうなんですか、ね、8P。 来週火曜日が八王子 P さん、うん、おーおー、あー来ましたね、はい、また DJ としても活動されてる。あ、DJ もするんですか、ここ 8P。 なるほど、そうですね、水木はまだ決まってない。水木はまだということで、はい、なるほど、番組ホームページで発表しますので皆さんチェックお願いしますって言ったわけでですね、それでなんですけど、うん、5日がですね、うん、5日金曜日、もう国会議、両蘭さんも行くということで、あ、もう、あ、そうだよ、金曜、あ、もう次か、そう、もう、そうです、そうです、どうすんのって3日からですね。もう、だって今行かないと、今、出ましたね、今出ちゃいましたね。さつきくんが来てくれることになったんすよ。さつきくん来てくれるらしいんで、どうすんのも何も、さつきさん来んじゃん。はい、ゲスト後藤真理子さんだそうです。なんか過激なパフォーマンスとかもすんのかなって思いますけども、ね、まあ、さつきくんも過激だしね、総裁するんじゃないかなと僕は読んでおります。はい、ぜひに皆さん見てみてください。はい、はい、そっか、僕いなくてもなんか成立するな。ちょっともろ悲しいですね。ちょっともろ悲しいですね。悔しいけど絶対楽しくなるだろうな。はい、何かしらちゃちゃ入れようと思います、はい、僕も。お、はい、まあ、詳しい情報はツイッターとかでチェックしてください、ね、お願いします。あとホームページもね、はい、ホームページもあります。で、もう一個僕も告知いいですか。もう一個、まあ、2個3個あるんですけども、うん、明日ワクテカの枠があるんですけども、24時から DJ シーザーさんがゲスト、はい、あの秋葉の
TA を DJ シーザーさんがゲストに来てくれます。マジですか。いや一体どんな、ね、方が来てくれるのかもう要チェックということで、どんな人なんだろう、ね、どんな人、もしかしたら今日かけられなかった幻の音源が聞けるかもしれない。聞けるかもしれない。ドキドキする。ぜひよろしくお願いいたします、はい、ハップバーとか関係あるのかも話聞けるかな。聞けるのかな続いてこの後ですね、あのまた僕番組があるんでそっちもチェックしていただければなと思います。生スニっていう番組なんですけども、スニーカーチャンネル、角川の、ね、皆さんと一緒にやらさせてもらってます。あのまだね成長これからしていく番組なんで、ちょっと植え込み出してもらっていいですか。ちょっと待って竹さん番組の成長がかかってるんです。竹さんお願いします。お願いします。まだ始まったばっかりなんでこれからなんです。2回目なんですね。あ、違う、こっちじゃない。こっちじゃない。両ランチャンネルになっちゃった。本番前にアルコール入れてくるのやめましょう竹さんやめましょうやめましょう。もう入ってることが適当に言いましたけど僕今はい、まあそっちもなんですけども、ちょっと今チャンネルの方で企画も始めましたんで、なんかいろいろ喋ってます。よろしくお願いします。ほうほうほう。はい、もういや告知も大変だしいろいろあるからツイッター見てください。見てください。ツイッター見てください。で、りょうくんからも告知は。僕はですね、まずこれです。誕生日ライブを12月13日にやるので、皆さんによかったら。すげえ。うわっ、もうあのね、一部がバンドサイドなんでもう全部歌うんですよ。へぇー、普通に来たい。そしてもうじゃあシーザーさんも普通にね来てもらえるということ で、はい、で2部がダンスボーカルサイドということで、どっちもね楽しめるようになってますので、皆さんよろしくお願いします。なにベイベイロレツが回っていなかったぜ、はい、じゃあもういい時間になったということで、ポアロシ、へい、今日の1枚を見せてもらってもよろしいでしょうか。へいよポアロシからは告知とかあったりする。あー、まだできない。まだできない。何かあるんだ。そのうちさせてもらいたい。オッケーオッケー、はい、じゃあその時まで楽しみにしてる。じゃあ今日の1枚 お願いしてもよろしいでしょうか。へいよ。じゃあポアロシの今日の1枚これだ。はい、いいか。やったー。わー、わー、やったー。違うの、りょうくんね、りょうくん書いてたんだけど、りょうくん消えちゃって、どこにこれになっちゃった。りょうくん結構書いてたんだけど、りょうくん割と喋りましたよ、ね、アスタントで。なんか植物の根っこみたいになってるよ、また仲間だね。仲間ですね、そうですね、一緒だ。ごめん、ね、それはいいですよ。それシーザーさんがこれですよ、かっこいい。かっけー、両覧おめでとうで。ありがとう、ボアロシ。いつ、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 これにしてくださいって言いましたよはい、フォアロシありがとう。はい、ありがとうございます。今日もあれやんの、あの終わった後のやるらしいね。じゃあやるか、やりましょう。というわけで皆さんね、はい、ニコ袋スタジオまで実際に来てくれた皆さんと僕がですね、あのじゃんけんして、セラさんとマリオさんデザインのオリジナルキャンパスノートを1名に勝った1名に、じゃんけんに勝った1名にプレゼントすると。なので欲しい人はこの後もちょっと残っててくださいねと、はい、血が流れない程度にお願いします、皆さん戦いは、ね。ってことでございまして、もうだいぶ押しましたが、ニコラジはまた来週もやっていきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします、はい。月木は山田久志さん、金曜日は僕もやってますんで、またチェックをしてくれると嬉しいぜ、ね。じゃあ最後にみんな、今日見てくれたみんな、名を名乗れ、名を名乗れ誰がいたんだ今日は。今日はもうコメント数がいつもより元気ないぞみんな。そんなことはないけど、嘘ついたけど。ああ、いいです。そう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 。ああ、そうそう。ああ、ドロンさん、太郎さん、加藤さん、オノピーさん、アイナさん、アイナさん、ミケネコさん、ヨシさん、フリーザさん、ノビさん、フリーザ様、フリーザ様、映画化おめでとうございます、フリーザ様。ありがとうございます。サワンさん、オツです。さ、オツ、オツ、リョウラン君がいて、リョウラン君が、僕、ナギさん、いっぱいありがとうみんな。ありがとう。ってことでお会いじゃあ、客ありおらんと、いいよ、出来事シーザーでした。あとポアロシ、ポアロシえ、お会いじゃあ、客ありおらんと、りょうと、あー、シーザーでとっとあと、あ、ごめんなさいあ、そういうことか、ごめんなさい、段取りが分かるいや、段取りとかないです、ここはいつもノリでやってるんで、客ありおらんと、りょうとあ、ごめんなさい、シーザーとフォワードでした怒られちゃった。あー、お疲れした。お疲れです。あんなにイケメンに変えたのにこれ消そうかな。バイBye.
僕の子供がお世話になっているようで聞いてくれたあなた方に感謝感謝このご恩を一生で忘れないうちにうちに秘めた思いとともに歌にしてみました合言葉はありがとうありがとう僕とか君とか恋とか愛とか好きとか嫌いとかまた歌うね今君が好きでとか君が好きで後ろ君が好きでこんなバカな僕を君が好きで愛してくれてこんな歌聴いて泣いてくれてありがとう僕の子供が10万歳の誕生日迎えた時は会ってくれてサンキュー